ミジングモは、ヒメグモ科に属するクモの一群である。ミジングモ赤ヘイドラターサイニーに属し、いずれもごく小型のクモである。習性としては、アリを染色することが知られている。見かけでは特に目立つ特徴はない。丸い腹部と楕円形の頭胸部、細いサほどは長くないわ足を持つ、小型のクモの群。体長は3から4ミリメートル程度までのものが多い。ただしこれは、 メスの話であり、有生体については東部、あるいは東京部全体が高く盛り上がっていたり、腹部背面にきちん板があったりと、特殊な形態を示すものがある。他の軍との区別点としては、第一脚の布施覆面に、特徴的な短い毛が密生していること、受精能が二体あることなどが挙げられる。和名は、ミジングモの意味である。ミジングモ類の大きな特徴は、 アリ類を捕食することに特化している点である。牙が長いのも、アリ類を捕食するのに適した形態とみられる。ただし、捕獲の方法は種によって違いがある。ぼかしミジングもでは、アリの巣近くに糸で足場を組み、そこからぶら下がって、アリを待ち、アリが通りすがると噛みついて素早く退避し、アリが動かなくなってから糸をかけ、釣り上げて食べる。 シモフリミジングモは特に網を作らず、アリの行列の側に陣取り、接近してきたアリに糸をかけて、その上で噛みついて捕らえる。数匹のアリを連続して捕らえ、まとめて釣り上げ、そこで食べる。アリを発見するには、道しるべフェロモンなどを頼りにしている、可能性が考えられている。また、どの種も捕まえたアリを糸で釣り下げてから食べるが、これは、 仲間のアリが干渉してくるのを避ける意味があると考えられる。また、種によって様々なアリを狙うもの、特定のアリの実を獲物にするものなどの違いがあり、例えば霜降りミジングモはケアリ族の実を狩るという。かつてはミジングモ類をすべてミジングモ俗自ポエマとしていたが、現在では細分されている。以下に日本で発見されているこの赤のものを挙げておく。 尾の編ん阿蘇あそほか、P57 尾のへん以下、丸山やほか、P136 から139尾のへんありがとうございます。